どうも、アッシュンです。で、今回なんですけども、こちら、ちょっとね、200ポイントって出ちゃってるんですけども、まあ、100ポイントなんですよね、これ、見てもらえばわかる。でも、バグってるんですよ、これ、なんかよくわかんないんですけど。まあ、その、バグってるかよくわかんないんですけども、こちらね、カントリーマイルということで、まあ、今回からね、その、一巡したということで、シーズンが一巡、ようやく一巡したということで、今回からね、こちら、まあ、200ポイントになっちゃったんだけど、もう底辺から、もうこのね、一周もかけて、もうランキングね、もうガツガツ上げていこうと、そういう企画でございます。はい。頑張っていきましょう。はい。ということで、やっていきましょう。ということで、今回はですね、その説明といたしまして、こちらね、アンダーグラウンドハブということで、ちょっとこちら見ていただきたいんですけど、こちら100ポイントライン、100ポイントなんですよ。で、確かね、前シーズン、前シーズンっていうか、このリップタイドが、ランキングに行った時は、その、100ポイントだったんで、その時はですね、70万位ぐらいなんで、多分10万人ぐらい抜かしてますね、100ポイントから。というわけで、今回はね、それを話していきたいと思うんですけども、そうです。やばい。やばいの来たな、この辺。この辺やばいな、マジで。というわけで。まぁ、ちょっとね、いろいろ話していきたいな、なんていうふうに思います。はい。で、まぁ、ですね、ちょっと本当に、ちょっと本当申し訳ないと、本当に。NFSNL 全然やってなくて申し訳ないんですけども、そうですね、もう久しぶりに復帰します。はい。というわけで、ちょっとね、所有マシンとか全然持ってないんですけど、CRX とかね、ちょっと全然持ってないんですけど、三菱 GTO も来てんのか GTO とか、まあ、白っこあるは来て、あ、E タイプも来てんの、っていう感じで、ね、僕本当にこれ全然知らなくて、カントリーマイルに合わせて、先週のその何リップタイトに合わせて、その開いたって感じなんで、ちょ全然ねやってないんですけども、ほらもうこんな感じです。僕全然車持ってないんですよ。何これ、フェラーリローマ、フェラーリローマも来てんの、なるほどね。というわけでね、僕本当に知らないんですよ。本当に。全くちょっと知らなくて、ちょっと困惑してるところなんですけども、ちょっと今日はね、これから、まあ、ちょっとね。で、まあ、車両としては、まあ、こんなもんです。はい。車両としてはこんなもんで、本当に。雑魚でしょ普通に。雑魚以外の、まあ、形容ができないんですけど、車両としては、まあ、こんな感じ。全マシンが166台中89台所有していて、まあそのクラスごとで言えばこんな感じ。ストリートがまあうんぬんかんぬんって感じですよね。で、で、まあカントリーマイルからちょっとこれからね、ガチでやっていこうということで、ちょっとね、もう復帰度やっていきたいと思っております。で、この復帰度目標なんですけども、こちら、アンダーグラウンドハブで、こちら、カントリーマイルからこうやってやっていって、このリップタイドの時点で、ポイントじゃなくて、ランクですね。このランクを4桁に乗せる。これを目標に頑張っていきたい。このね、車両が少なくて、もうめっちゃ厳しい中で、もうこの、なんとかね、なんとか戦略練って、まあ、4桁に乗っけようと。そういう企画でございます。はい。で、昔の写真とか見たんですけど、やっぱり7万ポイントぐらい、7万から7万5000ポイントぐらいが、こう、いつも、その、だいたい1枚のボーダーらしい、ボーダーっぽいんですよね、だいたい。で、多分今も変わんないと思うんで、ちょっとそれはね、もうガチで頑張っていきたいなと思います。ちなみにメカニックレベルを見るとこんな感じ。チューニングがね、110台中の5台ですね。めっちゃ少ないというところで。で、これからね、毎週この動画上げていきたいと思っております。はい。カントリーマイルと、カントリーマイルの週、カントリーマイルの動画、ネオンナイツの動画、ジェットストリームの動画、リミットブレイクの動画で、生配信をね、
生配信やるかどうかちょっとまだ考え中ですけども、まあちょっとねいろいろ考えているんで、でも毎週ね必ず動画を上げていきますし、あの配信できるんだったら配信も頑張っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。それじゃあまたね。